はい。みなさん、こんにちは。オリバーです。今日もアメリカ大学の情報を発信していきます。えー、今日の記事はですね。注意、入国制限、アメリカ留学、まあ。心理ルールからアメリカを見るという記事ですね。えー、多くの、えー、留学生が今、渡米の準備をしてます。で、その中で、えー、まあ、結構衝撃的なニュースが来たので、えー、まあ、ね、多くの人が、ちょっと今、不安に、 えー、不安な状,状態になっていると思うので、まあ少しずつちょっとこれを解説していきます。 えー、なぜオンライン授業で入国できないのか、えー、スポーツ選手はどうなるか、何パーセントの大学がオンラインになるのか、などなどをちょっと解説していきます。まあ、なぜこうなったのか。アメリカ政府はオンラインのみの授業を行う大学に対して、えー、留学生の、えー、入国を認め、あるいは留学生に国に帰ってもらうということを発表しました。まあ、これはハーバードが2 0 2十年に、千二十1年度はオンラインのみというの授業を発表した後に決定されたルールです。 なので、まあ、これは政治的な圧力をトランプ政権が大学側にかけてるということではないかなと思います。なぜかというと、まあ、これは今年の選挙とかにも関係があって、大学などはそういう公共施設を使えない場合は、選挙が郵便での投票になってしまうので、まあ、これはトランプ政権は避けたいという考えを持ってて、そのためにまあハーバードとか大学、 側に、えー、と圧力をかけてるのかと思います。で、まあこれは大学側にもあのー、その大学の収入にも、えー、影響があるので、えー、ちなみに大学ハーバードの留学生は、えー、全体の21%を占めているので、まあその4分の1ですね。次ですね、留学生が命。 25%という数字があるんですけど、これは、えー、そのアメリカの大学が、えー、留学生から得てる、えー、収入ですね。全体の25%は留学生から、えー、来てるんです。これはすごく、やっぱり、あの、留学生が、えー、大学に行かない、えー、可能性も出てきます。オンラインによってアメリカに行けない。そしたら大学に行く意味もちょっとなくなるのではないかなと。 なので、まあえー、収入的にもすごくダメージが、えー、大きくなると思います。もし、えー、留学生が、ね、大学に戻ってこれない場合は。まあ、そのため、えーと、今回の新ルールで多くの大学が対面授業を行うことになります。えー、あるいはオンラインと,、えー、と対面授業のハイブリッドの体制をとる大学がど、えー、多くなっていくと思います。 でこのようなハイブリッド体制は、えー、認められていて入,局入国が可能にな,ると思いますな,なりますで。ちょっと数字を見ていきましょう。8%の大学は、えー、今年はオンラインのみの授業を行う予定です。そして23%はハイブリッド。 の、体制を取るらしくて、で、残りの61%は普段通り授業を行うということなので、まあ、えー、多くの、そうですね、まあ10%ぐらいですね、の生徒が、えー、何らかの影響を受ける、えー、というふうになります。で、まあその大学、その残りの10%、およそ10%の大学も、 何ら、まあ、かの形で、えー、と体制を取ってくれるのではないかと思います。ニュースを見てていたら、えー、と例えば、まあ、留学生のみに、えー、特別対面授業を設けるとかいろいろな工夫をしてなんとか、えー、大学を留学生にオープンするということになると思います。 えー、次はですね、スポーツ選手はどうなるのか。まあ、スポーツ選手は学生なので、同じルールに従わないといけないです。まあ、多くの大学生が、大学は、えー、生徒たちが大学に戻らない、えー。つまり、完全にオンラインになった時には、スポーツも延期するというふうに、以前、えー、そういう発言もしてましたで。今回の新ルールにより、多くの大学が体制を変えることで、えー、大学スポーツ、 も通常ど通りに行われると思いますけれども、えー、まあサッカーシーズンは春に延期されるっていう噂がちょっと出てきているので正式に発表した場合また、えー、ブログの方で上げていきます。 最後にですね、僕のファイナルファー、僕の意見なんですけれども、まあ今回のこの新ルールはあの、まあ、政治的な意図があると思いますし、トランプ大統領から大学へのメッセージだと思います。まあ、完全あの大学側に、えー、と安全に大学を開いてくれ、えー。そういうメッセージがあるのではないかと思います。まあ、もちろん、あの、感情的になって、まあ、トランプは移民,移民とかそういう留学生が嫌いとか、まあそういうふうに まあ考える人も多いと思うんですけれども、まあ、冷静に見ると、これやっぱりその、の何て言うんですかね、トランプ政権の政治的なあの腕というか、能力というか、あのかなりやり,やり手な人なんですね、やっぱり。なので、まあえー、そして、まあ、アメリカもやっぱりあの今、どん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 アメリカファーストって言って、やっぱりそのアメリカの国民にもっと仕事を与えるとか、えー、もっとチャンスを与えるとか。 そういう考え方が広まってきてるので、えー、例えば OPT っていってそあの留学生が卒業後、えー、と1年間ぐらいのビザがもらえるんですね。勉強してた職に就くと例えばまあコンピューターサイエンスを勉強してたらコンピューターサイエンスの会社に入るとそういうビザが下りるんですね1年間。まあ、それも取りやめるという動きがあるみたいなので。 えっと、まあ今後、その留学生が、えー、就職になると、ちょっと難しくなっていくのかなとは思います。はい。なので、えー、そうですね。アメリカに、えー、アメリカ留学にある高校生は、えー、ぜひ、我々に、えー、連絡してください。はい。ありがとうございます。